はい、どうも皆さん、こんにちは。ピヨチキチャンネルウプヌシのピヨタです。さあ今回は魔法使いと黒猫のウィズで、新しく、グレートクイズ王ガチャという、高校生クイズとコラボした、ガチャが出たのでやっていこうと思います。さあ今回は10連1回ですね。いやー、高校生クイズとコラボすごいですね。あの高校生クイズに出てる人たちは本当に知識量が高校生じゃない気もするんですけど、なんであんなに覚えてられるのかっていうことが不思議ですね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。10連1回いきます。ほいっと。さあ来るか。最後は限定キャラっぽいですね。まあ一応限定キャラか S 以上確定とは出てるんですけどね。ミリタリー女子高生、名前がナガリエイリ、わかんない。で、ゴチェインで雷属性特攻ダメージで、さらに回答が早いほどダメージアップ。回答が早いほど、さすが高校生クイズコラボみたいな感じですね。でこっちも非属性ダメージで、平均回答が早いほど、ダメージ、しかも雷特攻強いは強いですけど、あんまりクイズを早く答えられてないこっちからすると結構使いどころがないかも。頑張ってクイズ早く答えられるようにします。はい。他は、まあ他は限定とかは混じってないみたいなので、今回10連のやつではこの長りですか。はい、この流り、名前が読めないが、当たったということですね。はい、今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。